北勢鉄道も、ハニ50系電車。北勢鉄道も、ハニ50系電車。北勢鉄道も、ハニ50型電車は、北勢鉄道、現在の三義鉄道北勢線が、その電化にあたり新造した、旅客、荷物合わせづり電車である。1931年7月8日の六国、揚げ期間延長及び全線電化開業に合わせて、モハニ50型も、 ハに50もハに55の6両が、電気機関車の 20K20.21 とともに、名古屋の日本車両製造本店で製造された。その後、これら6両は1944年2月11日に、実施された三重県下の鉄軌道の三重交通への、統合で三重交通席に編入され、762mm 機関用電車としては、 松坂電気鉄道からの消継車であるも、に二百一系、九で一系、それに、四日市鉄道からの消継車であるも、に二百十一系、九ではに五十一系に続けても、に二百二十一型も、に二百二十一体も、に二百二十六へ改版された。九百四十九年三月にはやはり、日本車両製造本店で、ほぼ同系のもに二百二十七も、 2229の3両が追加製造された。これら3両はも2227が北勢線にも、22 28も228も229が三重線へ分散配置され、松阪線を除く30交通の 762mm 基間各線で運用される電車の代表形式となった。車体長 11m 級の反抗性車体を備える。 構えから出し用部は窓の上下にそれぞれウィンドウヘッダー、ウィンドウシルと呼ばれる補強体を露出状態で取り付け、リベットで主要部材を接合する設計当時としては一般的な設計、工作手法による。内装は木製で、さらにその上に同じく木製の屋根板に防水用の屋根布で覆ったものを乗せており、座席はロングシートを扉間に設置する。 戦前,前性は、車体が、秒接組み立てであったが、戦後性は設計そのものはほとんど変えずに、溶接構造に変更されており、外観が、すっきりとしたものとなった。側窓配置は 1D、1D、1、6、1、D1、D、荷物室扉、D、客用扉、1、戸袋窓、数字、窓数で、前面が3枚窓構成。 と近隣の四日市鉄道が先に導入していたでハに51系、1928年、田中車両制。後の近鉄も、2210系と同様である。もっとも、製造時期が3年、遅い分リベットの数が減り、また、その間の車両設計製造技術の進歩を受けて、鈍重な一段加工式窓ではなく、上下寸法の大きな二段上昇式窓となったため、 重厚な印象の出はに51と比して迷路をかつ、軽快な造形にまとまっている。全照灯は、妻面の屋根上中央に白熱電球を一灯、独立した筒型灯具に収めて取り付けられ、標識灯は、戦前型は腰板左に一灯、戦後型は腰板左右に角一灯、埋め込み式で取り付けてあった。軽快な外観とは裏腹に、伝送品は、 四日市鉄道も、ハニー51型と比較して大差ない。各社の運転台に備えられた、三菱電気 KR-8 直接制御機に、同じく三菱電気メガバイト -216AR という当時の軽便電車用モーターとしては、比較的大出力の主電動機を2機ずつ組み合わせて、永久直列とし、これら2組を抵抗の、総抜きを組み合わせた上で直並列制御する、 路面電車並みの直接制御者である。もっとも東京市電払い下げ車をもって電化開業し、トロリーポールを終電装置に用いていた四日市鉄道とは異なり、当初より河川がシンプルカテナリとされたため、三菱電機製の菱枠パンタグラフを装備していた。この機器構成はあくまで従来の客車を複数牽引して両端液で編成を入れ替える。 蒸気機関車時代と同じ運用形態で用いられることを前提としていた。その意味では全時代的な運用構想であった。それは総括制御という電車化の重要なメリットの一つを捨てることを意味していた。日本車両製造 NKC-1 が採用された。これはボールドウィンや JG ブリルといった米国メーカー製の路面電車用台車を模倣した。 リンク指示の板バネによる枕バネを備える軸ね式台車であり、一般には火車 C-9 系台車として知られているものである。シンプルな非常便付き直通空気ブレーキ、SME ブレーキが採用された。これは連結運転は行うものの、自動ブレーキが必要になるほどの高速運転を行う必要性も、長大編成を蘇生する可能性も、 共になかったことを示すものであった。在来車と共通で、基準面からの高さ 380mm の位置に、ピンリンク式連結器が取り付けられていたが、近鉄合併後に、北勢線では、増解決作業の簡易化を目的として連結器の自動連結器への換装が進めれた。一方で、内部、八王子線では1977年の北税、 千金代化による導線の余剰車転入時に既存者に対しても同種の改造がなされた。このため本形式は最終的に全車とも乗作様式の並形自動連結機を約3、4に縮小した形状の自動連結機への交換が実施されている。本形式は全線開業となった北勢鉄道の主力車として北勢電気鉄道1934年。 三重交通北税線、1944年三重、電鉄北税線、1964年、近畿日本鉄道北税線、1965年、とめまぐるしく社名変更される間、他線に移動することなく使用され続けた。三重専用として新造されたも、228 22も、229 22は1964年の湯の山線改め機により、もっぱら内部、 八王子線で使用されることとなった。その後、1965年に三重電鉄が近鉄へ合併されたことにより、塗装がマルーン一色への塗り替えと、形式称号のもに220型への変更が実施された。1971年のも200系の電装解除後は、1977年の270系導入まで、北税線唯一の電動車形式として、 ほぼ原型を保ったまま運用され続けた。1977年の270系、投入開始で、北税線の電動車数が余剰をきたしたため、も、2225体も、2227の3両は、内部、八王子線へ転積、残るも、2221体も、2224についてもも、221 22も、2223の電装を解除。 荷物室を廃止。西桑名寄妻面に貫通路を設置して、揚げ機向きの型運転台式制御車である。区二百二十経営。区二百二十一点二二三へ改造し、も、に二百二十二も、に二百二十四は荷物室を廃止して、揚げ機よりに貫通路を設置。方向転換の上で、西桑名向きの型運転台式制御電動車であるも二百二十。型も二百二十も二百二十四へ。 改造、両形式を背中合わせに連結して、区221も222、区223も224と二両固定編成2本を構成する、要編成組へ行った。この際、も222も224については制御機を総括制御式の HL-8S に交換。ブレーキは中継弁付きの AMAR 及び ACAR。 AR ブレーキとし、ドアエンジンを設置して、客用扉を自動化、サービス電源として、電動発電機を搭載、台車は、主電動機を外された区220形容が区別の、必要から、NKC-1AA、形式変更され、空気圧縮機は空221区23に、従来通りの DH-25 を搭載して、機器の分散配を実施し、 間接制御化に伴う電動車の自長増大を最小限に抑制した。また、これに伴い全商灯もシールドビーム化され、従来のケーシングに横並びで収めることで二等化している。なお、全商灯のシールドビーム革も、225体も、227にも、合前後して実施されたが、内部、八王子専用のもに228も、 229 22には廃車になるまで実施されなかった。なお、編成は両端に、旧荷物室が来るように再編され、窓配置は各社とも、旧荷物室窓が埋められて 1DD6D1 となり、旧荷物室扉が手動の引き戸のままで乗務員扉化された。その後、乗務員扉は開けとに改造されている。 こうして近代加工時が施行されたこれら4両であるが、内部、八王子専用車120系のような内装の徹底的な更新は実施されなかったため、接客設備面で見劣りし、また1931年製で製造から60年以上が経過して老朽化が著しくなったため、百九十二年八月のさよなら運転をもって四両全車が運用から外され、同年月、 全社廃車解体された。1977年の北勢線近代化で、余剰となったも、2225体も、2227の3両は、内部、八王子線に転籍し、これによって、在来車のうち、1形式1両であったも231も241などの異端者が到達された。以後、両線の主力車としても、に2 1 0型とともに運用されていたが、 1982年の近代化事業に伴う260系の入線開始で戦前制のもに225も、226 22の廃車と戦後制で車例の和解も、に2 2 7も、229 22の差120型サ121サ123への大改造が実施された。サ120型への改造は、側窓の上段加工。 下段固定式アルミサシへの交換、荷物室撤去に伴う窓配置の変更、木材が多用されていた内装の不燃化に伴う全面改装、乗り心地改善を目的とした台車の改造電装解除とブレーキの中継弁付き ATAR への変更、客用扉のドアエンジン設置に伴う自動扉か、貫通路及び車外スピーカーの設置などで構え体を残して、 ほぼ心臓下に等しい大改造となったが、側面には、ウィンドウシルとウィンドウヘッダーが残されており、他形式と比較して古風な印象があるのは否めない。また、座席は、ロングシートで、モケットは赤からオレンジに変更されており、車体塗装も260系に順じて従来通りの、マルーンを基調としつつ、車体裾部と、側扉部をオレンジ色に塗り分けた。 特殊狂気新標準色となっている。その後、1994年から1995年にかけて保安性向上を目的として実施されたブレーキの HSC 電磁直通ブレーキへの改造に、再し台車の乗り心地改善を目的とした再改造が実施され、板バネを配して断髪機コイルバネをした揺れ枕紙に、 乗せる、近代的な構造の NKC-2 となって、現在に至っている。四日市アスナロー鉄道移管後、2015年9月に差1 2 3が心臓の差1 8 1と交代して、廃車隊、残りの車両も順次引退予定となっている。本形式のうち、1983年に廃車となったも、226が2008年まで、四日市スポーツランドにて、 生体保存され、その後三義鉄道北西線上駅駅に移送された。保存中は雨ざらしの状態で腐食が著しかったため、移送後に復元作業が行われ、完了後の2011年11月より一般公開されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。